ご主人、さっきより熱が上がってる。せっかくご主人様が寝れたのに、すごい苦しそう。で飲んじゃダメって言ってたし、どうしよう、どうしたらいいのかな。私たちじゃ私もバニラもここにいるよ。ちゃんとそばにいるから。同じこと考えてた。この辺りで病院っていうと、あ、お隣に病院がありますよ。ここにお薬がなかったらお隣に行くんですね。さすが人の文明は便利なようにできてるんですね。
つも行くドラッグストアの隣だね。うん、ご主人が辛い時は私たちが行かなきゃ。ごめんなさい、ご主人様。ショコラたちは言いつけを破ります。後でいくらでも謝るから。好きな人が苦しんでるのに黙っていられない。待っててくださいね、ご主人様。すぐにお医者さん呼んできますから。ショコラ、大丈夫？君たち何してるの？ご主人様に連絡がつけばすぐに帰れるからね。お家にあるんです。嘘じゃなくて本当なんです。ショコラはご主人様のためにお医者さんを連れて帰らないとダメなんです。ご主人が苦しんでるから私たちは帰らなきゃダメ。だから行けない。お願い、分かって。ごめんね、そう言って逃げちゃう猫ちゃんもいるのよ。最近猫を使った犯罪とかも増えてるから。だから鈴のない猫ちゃんは一緒に来てもらう決まりなの。すぐに身元紹介してご主人様に連絡するからね。
それに鈴持ちだったらご主人様が緊急の時は救急車を呼ぶくらいわかるでしょ。それは鈴の勉強でやりましたけど、でもご主人様が呼んじゃダメって言ってて、私たちにはお店のことがあるからお客さんに不安を与えちゃいけないって。分かったからご主人様に迎えに来てもらおう。ショコラたちのことご主人様が頼りにしてるって言ってくれたんです。だからショコラたちはご主人様のところに帰らなきゃダメなんです。そばにいてって言われたから、そばにいるって約束したから、だから私たちはいけない、ご主人のところに帰らなくちゃ。分かった、本当にすぐ帰れるからちょっとだけ一緒に来てね。ダメです、ショコラはご主人様のところにしか行かないです。ごめんなさい、今だけは絶対に行けない。決まりだからどうしても一緒に来てもらわないといけないんだけど。ご主人様、なんで、なんで、ご主人、どうして。私たちが守らなきゃって思ったから、だってご主人様が苦しそうにしてたから、だってもいられなくて。ご主人が辛いのに何もできないのが辛かった。家族だから、子猫だから、何かしなくちゃって。ご主人、ご主人。
鈴の紹介もできましたので、私はこれで失礼させていただきますね。マジでうめえな。動画師はあれだと思ってたけど悪くねえな。まずくってば本当に食べ方が汚いわね。誰も取らないんだからもう少し上品に食べなさいよ。せっかくの美味しい紅茶がまずくなるでしょうか。ショコラちゃん、バニラちゃんとお揃いの制服だ。かわいいな、嬉しいな。なっちゃんも一緒だね。その、私みたいな猫にこういうのは似合わないんじゃないかな。こういうのは小さくて可愛い猫じゃないと、
ことないですよ。意外がなく全てよしですから。ココレスは私の自慢の猫なんですから、堂々と見て。堂々と。そうだね、なっちゃんの背が太くてかっこいい猫だよ。僕はそれが嫌なのに、もっと可愛くなりたかったにゃ。おかわりいっぱいあるよ。ショコラとご主人様の初めての共同作業でいっぱい作ったから、食べて食べて。紅茶もいっぱい種類ある。覚えられないくらいいっぱいあるから一覧表作った。その番号で注文お願い。師匠様のため、しぐれ様の命とあれば。しょうがないわね。しぐれがお小遣いくらいは出してくれるんでしょ。たく、めんどくせえけど、飼い猫のつれえとこだよな。私は、師匠さんに美味しいケーキとお茶をいただければ十分です。全員、鈴巻の即戦力です。文句はありませんね。いらっしゃい、みんな。先輩として歓迎しちゃうよ。またみんなと一緒、嬉しい。こうじゃなくちゃ。まさか兄様と一緒にお菓子を作れる日が来ようとは。しぐれは、しぐれは銀が一幸せな妹にございます。よかったね、しぐれちゃん。でも新しい旅でも涙はダメだよ。しぐれ様が嬉しいと僕も嬉しい。よかったですね、よかったですね、しぐれ様。本当に指名ナンバーワンになったらボーナス出んだよな。あー、そしたら毎日ボーナスか。大トロ食い放題じゃねえか。たまんねー。またあずきはバカなことばっかり言って、私がいるのにナンバーワン取れる気でいるなんて。
みんな、お店を開けますよ。準備はいいですか？おー！